立川バンクは4連続の決勝進出に向けて今日は勝負がけ、残り2周を切りました。後方6番手から3番の日野勇気、前進を狙いたい2日目、7番ホタテ沙織にも同様のことが言えます。ジャン周回のバック5番手から動いていく6番の青木美穂、昨日は3番手からジャンで仕掛けての先行策を取った6番の青木が今日も動きを見せまして、石井弘子の前にこの競争も出ようかというところでしたが、7番のホタテが加速しまして先頭へ、そして2番の奥井文が一旦後方の位置から巻き返してきまして、追走が5番の高尾君か、3番手7番のホタテが飛びついて、外目からは6番の青木美穂も応戦していきまして、さあ要所5番手4番の石井弘子、ちょっと前とは差がついています。先頭は2番の奥井文、2番手は5番の高尾君かが絶好となって3番手、さあ最終バックで加速がついて4番の石井弘子ですが、現在3番手、先頭は2番の奥井、番手から5番の高尾君香が差し込むが、もう一足だ、2番奥井文先頭降臨、2着5番の高尾君香、4番の石井弘子は3着。